はい。カバー16、カッパ園長です。じゃあ、最後この動画ではね、えー、まあ、この小室圭さんと眞子さまをね、まあ、結婚を応援する、ね、祝福する、もう、要は、さっきもちょっと言いましたけど、後半でね、まあ、マスコミは、あというか、マスコミを使ってね、えー、そういう方向に、要は、日本国民のこの世論を、まあ、誘導じゃないですよね。もう思いっきり強要ですよね。お祝いしろ。うん、そういうふうに持ってってるじゃないですか。 で、まあ、ここではその、なんだろう、うまあ、マスコミ、テレビとか新聞とか雑誌なんかでね、えー、この、まあ、有名人、ね、このコメンテーターとかさ、評論家とかさ、まあ、なんかそういう人たちをこう、使って、 えー、まあ、なんか、小室圭さんは、とかね、えー、眞子さまは、とか、このご結婚が、みたいな、ね、うん。で、あと、ついでに、それに対して、なんか、こう、批判的なコメントをする、えー、我々一般の日本国民を、けしからんみたいなことを発言したりとか、まあ、何人か、こう、名前上がってね、あ僕もこれまで、なんか、こう、動画で、えと、あのー、取り扱ってね、この、お届けしたことがある人もいましたけども、例えば、この、ひろゆきさんとかね、 うん、あの橋本徹さんとか、うん、あと誰がいましたっけあ倉田さんとか山口さんとか、ねうん、あと三浦さんもか。でなんか古田一郎さんも名前も上がってんだよな。うんまあ、そこまでしてなんかこの二、ねえー、人の結婚をこ祝福を強要してくるのはなんでなんですかね。<laughs> まあいいんですけど えっと、意外に多い。ね、何が意外に多いのかよくわかんないですけどもね。マスコミはそういうことを言うわけですよ。ね、この小室圭さん、眞子さまのこの結婚を、まあなんか祝福するとか、まあ小室圭さんを絶賛するとか、意外と多い祝福する、うん、祝福する人たち。ね、なんか発言録、みたいな。そんななんか頼んでもい,いねえ、なんかまとめ作って記事にしてんですよ、マスコミが。沸 <laughs> 騰し。 宮、えー、内庁は、えー、10月1日、えー、アクション宮家の長女、眞子様と、えー、大学時代の同級生である小室圭さんが26日結婚することを正式発表しました、えー。本来であれば盛大に祝福されるはずの女性皇族の結婚、しかし、小室圭をめぐるさまざまな問題が未解決のまま結婚が強行されることに関して、えー、マスコミやネット上でお二人は袋叩きにあっています。マスコミでは別に袋叩きにあってないじゃないですかね。 で一方、読売新聞が10月4日から5日に行った全国世論調査では、眞子さまと小室圭さんが結婚されることについて良かったと思うかと聞くと思うが53%、思わないが33%。え、そうなんだ。す、え、べ、ー、ての年代で良かったと思うの方が多かったんだって。へー。<laughs> じゃあもういいか。<laughs> だんだん面倒くさくなってきたな <laughs>、えー。有名人からもこの結婚を肯定的に捉える発言がちらほら出てきていますと。 そういえばひろゆきさんなんつってましたっけあまこ様はマジで人を見る目あるみたいなこと言ってましたっけ <laughs> そうだそうだなんか言ってたなそういえばで皇族、えー、がお見合いじゃなく恋愛結婚をしようとすると学生時代の知り合いぐらいしか機会はないとでバッシングに耐えながら異国の地で生活するための基盤を用意できる一般男性なんてそうそういないなのでまこ様はマジで人を見る目が合うと思うオイラです <laughs> そんなこと言ってましたっけね。<laughs> なんか、えなんて言ったっけ小室圭さんのことを絶賛してた。うん。なんか、たかだか3年で、えー、年収2000万クラスうにまで上り詰めるやつなんて、そうそういない、えー。かっけーみたいなこと言ってましたっけそんなこと言ってたのひろゆきさんじゃなかったっけかなうん。で、あと、この、橋本徹さんか。ね。えー、かっこいい大人し、大人らしくなった、立派です。みたいなこと言ってたんだっけ えっと、ロン毛、そうそう、コむロン毛、ロン毛姿で帰国した映像を見たときに、なんかそんなこと言ったんですよね、橋本さんはね。えー、帰国時に、えー、報道陣に一礼した姿に対して、えー、周りから言われているのかもわからないが、えー、きっちりしてるじゃないですか。これ確かなんか噂だとね、えー、なんかこう、 インタビュアーをね、このガン無視し続けながら、このポケットに手を突っ込んで、なんか不適された表情で歩いている、ね、あれを見た眞子さま様に速攻でなんか電話かなんかが来て、ね、えー、叱られたみたいな、なんかそんな話も出てましたけど、<laughs> あれですらなんかこう、本当かよって気がしましたけどね。 で、まあ、ちょっと橋本さんの話に戻りますけども、なんだっけな、別の番組かな。えー、これからあ批判を受けながらでも、えー、本人たちの意思に基づき愛を貫いていくというのだったら、もうバッシングとか誹謗中傷はやめなきゃいけないと述べました。誹謗中傷してる人、まあそういう人もいたか。その後も僕は別にあの、事実、ね、を指摘したことはありましたけど、なんか見た目とかさ、<laughs> なんかこう嘘をデタラメでもってなんか、あ そういうことはした覚えがないんだけどな。うん。まあなんかヤフコメあたりだとそういう人もいたのかな。うん。 で、えー、日本の状況は皇室の家を重視し、家を汚す家にふさわしくないみたいな論調を、国民が眞子さんたちま様にするっていうのは、僕は時代の流れにそぐわないと思います、えー。個々人を重視していこうというのが今の時代の流れなんですから、うした特別な面があるにしても、えー、なんか重、個々人をそれぞれを重視する方向で考えていくべき。 壊 <laughs> す気満々ですかね <laughs>。しかもこれ橋本さんのこの元がさ、ね、間違ってこのなんか <laughs> 記述されてるのは何でなんだろう <laughs>。この記事書いてるやつもなんかマスコミも適当だな <laughs> で。で、えー、適切な報道、適切な判断必要と語りましたが、報道の過熱ぶりに一石を投じたコメントだったみたいな。 まあ、あと、黒田さん、倉田さんとかもなんか、日本人はどんだけ小室さん好きなのかね、みたいなこと言ってみたりとか。あと、山口真由さんはね、実は文句のつけ、あれだってこの人も最初はさ、ね、そんな簡単にニューヨークで弁護士なんて甘いもんじゃないみたいなこと言ってたのに、なんかある日突然変わりましたよね。<laughs> ねこの計算すごいね、みたいな。うん。まあ。 いいいんじゃないですか、ね、どうでもいいよ、もう、はっきり言って。<laughs> あと、三浦さんは、なんかこう、外野が、ね、要は、あの、よその人間が、関係ねえやつがぐだぐだ言う話じゃないみたいな、なんかそんな感じでしたよね、確かね。うん。まあ、一回見たんで、この辺の3人は、まあ、カットして、まあ、古橋さんか。古橋さんの話は、ちょっと見たことないな。 えっと、フリーアナウンサーの古舘一郎さんが、情報番組、ゴゴスマに出演。読売新聞が行った最新の世論調査で、さっきのあの53%がいいと思うって答えた。これに対するコメントか、やっぱり世論というのは良かった、良かったとは思わないって割れるのは当然だと思うとした上で、僕はそういうのを超えて2人が一緒になると決めたことを祝福する応用な気持ちでいた方がいいのかなと思ってますと語ったんだって。応用ね。 で、えー、国民の反発、結婚延期、一時金自体、女性皇族が結婚する際の一連の儀式の全部中止など、前代未聞の異例ずくめに賛否が湧いた、今回の結婚。国民は、ま子さまに幸せになってほしい、ただそれだけです。<laughs> うん。えー、お相手の問題は別として、<laughs> 別になっちゃうんだ。<laughs> あれ <laughs> おかしいな、えー。結婚を強行するからには、幸せを手に入れてほしいものですね。 すげえ無理くりなまとめ方だな。<laughs> マスコミはこういうことをやるからな。うーん そりゃあ、日本国国民っていうか、世論とはかけ離れたものになっちゃいますよね。うん。いや、だから、お相手のごたごた置いといてってなんでだよ。<laughs> そもそもそれがあったからでしょそれがあったからいや、そもそも延期したんじゃないので、それはそのまま放置、放置どころか、次から次へとさ、新しい嘘がどん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 発覚。あ、そういえばなんか今そこで見たんですけど、あの、告発状なんか戻ってきちゃったらしいですよね。ただ、なんか受理されなかったとかじゃないみたいなんですけど、どうやら。 うん、あの小室圭さんのお母さんのさ、ねえあの詐欺えー、詐欺じゃないかっていう2件告発されてたじゃないですか、あれがなんか返信返されたみたいなそんなニュース見たんですけどもね、ちょっと明日以降詳しく見ていきましょうかね。ってことはさ、いよいよ、ね、もう結婚なんだぞとお前ら、ねうん、無駄に騒いでんじゃねえよ、結婚なんだよ、国民は黙って見とけみたいな、もうそういう方向で固,めた固まってるっていうそういうことだよね。 うん、ああ、これはどうなのかなねもうなんかそういう方向にもう決めちゃっている、決めちゃ、なんかもうね、決まっちゃっているんだからみたいな。ね、ぐたぐた言うなよみたいな。ね、っていうか言うことも許さねえよみたいな。そういうことでしょうん。で、それをこのね、実際この告発状もなんか返されるっていうことは、ね、その界隈、例えばヤフコメとかさ、っていうだけじゃなくて、ね、 なんか司法にもなんかテーマはして、なかもう固め切ってるみたいな、そういう風に捉えた方がいいのかなこれはやりすぎというか、どうかなますます日本国民から反発買うんじゃないのこれ。ねえ、そこまでする <laughs> ちょっとまだ真相がわかんないんで、なんともあれですけども、うん。もしそうだとしたら、ねえ。 ああ、これはもう、ますます、例えば、これ僕がとかじゃないですけども、例えばね、あの、前もちょこっとね、お伝えしたことあったと思いますけど、僕のチャンネルのこの僕の動画にもね、もう昔、ちょ、ほんのちょっと前、ほんのわずかね、なんかもう去年と比べてとか、それぐらいの話なんですけども、明らかにこの皇室をして、今日、皇室、この二人のせいで、せいでというか、まあ、この小室圭さんと眞子さまの件、これをきっかけにもう皇室へき、 からっていうか気持ちが離れたとかねもう皇室いらなくねみたいなそういうコメントする人がものすごい増えたんですよねだからまあたかだか僕みたいなね、えー、人間がやってるチャンネルの動画のコメントに対してでもね、えー、そんな状況だから広く一般的にはもっともっとそういう声が増えてきちゃってると思うしね今後も増えると思いますよこんなことやってたら えそんなんで大丈夫大丈夫とはとても思えないけどね。うん。でもなんかこう反発招きますよね。うん。なんかこういう一方的な、ね。うっせーな黙ってる国民みたいな。要はそういうふうにしか受け取れないじゃないですか。ねえ。だってその反対 <laughs> ねえ。まあなんかね、この昨日はそのデモやってる方、YouTuber の方の話もさせていただきますけども、理由があってやっぱりそういうね、この声を上げる人が出てきてるわけでしょ。で、その 主な理由が、やっぱりその告発された件なんかもそうですけども、ね、うん。いや、どう考えてもおかしいんじゃないんですかと。ね、まあ、小室圭さん本人の嘘もそうだし、ね、お母さんの件もそうですけども、え、そういうのがなければそもそもこんなことになってないんじゃないですかね。で、それ一切解決せずに、ね、いや、いいんだと思うね、触れるの騒ぐな、ね、結婚は結婚なんだ、みたいな。ね、異論、反論は一切許さん、けしからんって。えー。 なんか嫌な予感がするよね。うん。だからこれも結局さ、我々一般の日本国民を馬鹿にしてるわけですよね。誰もが。うん。だからもう、だってほら、これなん情報操作じゃないですか。どう考えたって。ね。だからまあメディアもスポンサーもコメンテーターも国民をよほどアホだと思ってんじゃないですか。 ね、皇室っていう、この、なんだろう、ある種高い場所でさ、まあ、なんかこう、強い意志みたいなものが働いてさ、ね、もう進み始めたこと、結婚ってことね、まあ、もう止められないし、ね、だったら、まあ、反対運動なんか、なんかそういう大ごとにならないように収めていかなきゃならない。まあ、安易で姑息なやり,かちやり口ですよね、こういうの。だから、こういったこのメディアのこの情報操作の連発、ね、こんなんで日本国民はさ、ああ、やっぱりこれでよかった、かな とかやっぱりこれで良かったんだ。そんな発想になると思ってんのかなんねえよ。ね。おそらくねに、国民の多くはこのことについて、ね、メディアに対してもスポンサーやコメンテーターなんかよりも、ね、皇室の存続へ大きな危機感を抱いてると思いますよ。ね、さっきも僕も言ったように。うん。ね、結婚からの海外生活。 まあ、いわゆる、なんだろう、喉元すぎればみたいな感じでスルーされる問題じゃないと思いますよ。ね、これに対するこの疑問とか嫌悪感、もう多分皇室全体に向けられてるでしょかなり多くの国民から。うん。なかなかこれを元に戻すのって大変だと思いますけど。っていうことに、宮内庁も、まあ、例えばこの政権与党とか、あと国民がこのなんでこの反対する結婚をね、 まあ多分ね、失点を残したくないんじゃないのかな。うん、特に宮内庁と与党か。ね、うん、だから、まあ、まその数字だけでも国民が賛成したっていう形を取りに行くっていうのは、多分そういうことだと思うんですよね。うん、だって、一般の我々日本国民は表立ってこの反対するとね、えー、なんていうのかな、その個人だったらやっぱり政権とかこの宮内庁からさ、目つけられるかもしれないっていう、なんかそういうのを警戒するじゃないですか。うん この、なんていうのかな、この眞子さまのこの幸せとかさ、この日本とかこの皇室のこの品格なんかを考えず、ね、自分の希望、願望、要望を最優先させるっていうんだったら、何も考えずね、結婚に、えー、とりあえず賛成する姿勢を見せるのが正解だったんじゃないのかな、この国ではね。うん まあちょっと話が逸れちゃいましたけども、結局こういうなんかこのね、えー、何ですかもうひろゆきさんとかこの橋本さんとか、ね、この三浦さんとか、あ何人 ?4 人 ?5 人 ?6 人ぐらいか。ね、名前上がっていた。まあこういう、この結婚をそもそも許せる人たちっていうのは、なんだろうな。 頭はまあね、ね例えばなんかね、いい大学を出られてね、ねキャリアも立派な人たち、うん、まあ必ずしもそうとは言えないのかもしれないですけども、頭はまあいいのかもしれない。でもなんか道義っていうかそういうなんか筋みたいなものが分かっていないのか分かってて無視してんのか、ね、言わされてんのか、それは分かんないですけども、なんかそういう人たちですよね、多分。なんか皇室,室がさ、そもそも法に抵触しているかもしれない。ね 正義に反するものと縁を結んで、低俗化していくことでしょこれって。結局一般人と何ら変わらなくなるってことじゃないですか。か存在意義なくなりますよねこんなんだったら、ね。国民の象徴であって、まあ、顔でもあって、ね、国民の相違で成り立ってる皇室の立場。 ね、当然嫌でも国民の手本となることそのことにこそ大きな意味があるんじゃないんですかねってこの結婚を容認するっていうことは、ね、日本人として自分も認めて屈したみたいで恥ずかしくとても許せることじゃないんですけどねだからまあこれからは まあちょっとこ,んなこういったことが本当に現実的にできるのかどうかわかんないですけども早い段階でこの国民に寄り添うねある意味その一般人と比べたら不自由な部分もあるかもしれないが恩恵がある皇族として生きていくのか逆に何の恩恵もないけれどもね自由な一日本国国民だからいわゆる庶民ですよね一般人ですよねとして生きるのか。 もう選べるシステムかなんかをね、用意しなきゃしょうがないんじゃないのこれ。うん。後で揉めるぐらいだったらね。 まあちょっとごちゃごちゃといろいろね、えー、お伝えしてしまいましたが、結構こういうコメンテーターとかさ、まあこうなんか評論家みたいな人たちって、結局どいつもこいつも無責任ですよね。自分に責任がないからさ、ね、適当なこと何度でも言えるわけでしょうん。まあ言っている、なんだろうな、まあその、それぞれの人たち、それなりなかな理由を持った人たちばっかりじゃないですか。だからまあ、例えば金のためなのかもしんないし、ね、うん、ただ言わされてるだけなのかもしんないし、それは知らないですけども。 でも、こんな人たちから応援してもらってたとしてもね、うん、まこさまとかね、果たして本当に嬉しいのかなって、ね、嬉しくなんか何ともないと思いますけどもね。だから結局、その、なんだろう、僕個人的な感想ですけどもね、まあ自分をね、貫くこと、それも大切なことかもしんないです。ね、まあ大切は大切だと思いますけども。でも、この厳しいことを言ってくれる、その、例えば身内だったり、あの、友人だったりっていう、うん、そういう存在を持つことが、 えー、どれほど難しいのか。だからこそ価値があるのか。だからまあ、あと合わせて、当然ね、そういうこのね、苦言を呈してくれる、うん。そういう人たちに、要は自分がこの聞く耳をね、持ち続けることができるか。まあ、だからそれを度量っていう言い方をするかもしれないですけど、そういう自分をね、保てるかどうかっていうのかな。だからそれがやっぱり人生の分かれ目になるんじゃないのかなってね、僕はあの、個人的に今回、ね、かなり強く感じたことですかね。うん ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。